皆さん、こんにちは。遠藤航です。今回の、月刊遠藤航は、まあ、ピックアップマッチで、シティ戦やっていきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、本当にすごい試合で、しびれてですね。試合、フルで4回ぐらい見ました。見すぎっすね。まあ、面白い試合だったと思うんですよ。見てる面側もそれ白は。い試合でしまあ、たやってて面し。白かったし。ああ、そうですか。やっぱ、きつそうには見えたんですけど、その中に楽しさがあるみたいな感じですか？まあ、まあそうですね。楽しさ。まあなんかやりがいというか、まあなんか自分が本当にこう、求めてた環境でやれてるな、みたいな。なるほど。まあ、夢じゃないですか。プレミアでやるのっても。まそうあで夢す。だったわけじゃないですか。それでもトップの対戦を経験するっていうのはなかなかできることではないんでなるほど。充実感を感じながらプレイできるみたいなところだったですね。そうですね。ちょっと今回は、その前にですね、レターも配信していただいて、初めてお父様がいらっしゃると。いうことを書いていらっしゃって。ちょっともし読まれてない方がいるかもしれないんで読んでいただきたいんですけど、簡単に経緯をご説明すると、これまで海外に出られてから、まあ、特にロシアワールドカップからですね、遠藤さんはステップアップの必要性を痛感して、ワールドカップで出れなかったことも含めて、まあ、まさにそこにデブライネはいたわけですけど、負けた試合に。で、シントトロイデンで、で、そこからシュツットガルトへ行き、デュエル王にもなり、まあその間ワールドカップでドイツ戦活躍し、スペインにも勝ち、等々があったんですが、遠藤さんが海外に行く際にプレミアリーグに行くと言ってから、お父様はじゃあプレミアリーグに行くまでお前の試合見に行かないと おっしゃった、その約束を頑なに守り続け、ついに今回、お父様の誕生日に遠藤さんが来ると連絡したら、またなんか答えが良かったですね。おう、いけるよっていう、なんかその 行くとかじゃなくて、自分いかけらる行ってこないっていう、そうよ。自分から言ってこない。です。行きたいとも、行きたい。まあ、行きたいとはなんとなくこう、見に行くわぐらいには言ってたけどね、移籍は決まった時に。あ、なるほど。確かに。でもでも自それで分。まあなんか行きたかったらね、連絡来るかなと思ったら一向に連絡来ないっていそうですよね。私は取材もさせていただいてるんで、お父様が生粋のプレミアファンっていうのも、存じ上げてるというか、お話を伺ってて、サッカーすごいお好きで、戦術分析にも長けて、面白い方なんですけど、早く来たかったろうにと思いながら、僕は実は行ったと思ってたんです。もう見ててだったと思ってたんで。それが今回初ということで。いかがでしたか？お父様はご覧になられて、なんか、いや、もうめちゃめちゃ楽しんでくれたと思いますね。まあ、その試合も、やっぱ大一番だったし、まあ、そのスタジアムの雰囲気とか、まあ、なんかリバプールの街にもちょっとこう、プラプラしたみたいで。いや、まあ、弾丸でしたけど、すごい楽しんで帰っていきました。試合だけ見られて、もうすぐ帰られたんですね。基本そうですね、前日に着いて、試合、その次の日見て、で、試合の次の日に、の朝の便でも帰るみたいな。すごいですね お食事とかなんかゆっくり喋れる時間はあったんですか？試合終わった後に、一緒にご飯食べに行って、まあ、弟も来てたんで、なるほど。父さんと弟と、まあ、僕の家族とみんなでご飯食べに行って、よかったですね。なんか感想というか、昔の、フォーキッズにもあるんですけどね、お父様いろいろサッカーのこう、教えるために、いろいろ教則本とかを読まれて、少年、遠藤航に、教えるというより考えさせるみたいなことをされてきたわけですけど、改めてなんか、父親以外の側面が見えたりはしたんですか？どうだろう。まあ、やっぱリバプールのやってるサッカー面白いねとか、お個人的にはね、中学校、高校とか一緒にプレミアを見てたわけだから、父さんと一緒に。お。そうですよね。だからそれで自分がピッチに立ってやってる姿を見れたっていうのは、まあ、なかなか、
感慨深いものはありましたけど。そうですね。いや、本当にすごいドラマだなと。だからもう、本当にプレミアリーグだけっていうだけじゃなくて、この首位決戦で、これだけ強いチームと、強いチームの中盤として戦うというところがすごかった、そのシティ戦をレビューしていただくわけですけども。まあ、改めて楽しかったというこの一試合、遠藤さんの中で、あるいはリバプールの中での位置づけ、天王山とは言われてましたけど、もうプランとしてもちろん勝ちに行くのは当然として、どういうイメージを持って臨まれた一試合でしたか？もちろんシティですけど、やっぱり別に引き分け OK なんて思ってないし、やっぱ僕らもリバプールなわけなんで、自分も初めての対戦ではあったけど、やっぱりどうやったらシティにじゃあ勝てるのかみたいなことは試合前からずっと考えながら、まあ過ごしてて、まあ大事になるのは当たり前ですけど、守備でいかに自分がね、中盤の選手たちを抑えれるかっていう、ハーランドも含めて。だからそこは一つ自分のところでキーになるな、みたいなのは、ある程度イメージしてたし、まあでもその中でも、ボールやっぱり動かされるだけじゃなくて、自分たちもしっかりボールを動かしながら、どうやってこういうチャンス作っていけるかとか、それでね、自分たちがボール持つ時間長くなれば、結果的に相手の攻撃も抑えれるわけなんで、そこは、やっぱリバプールとして、そこもしっかり目指しながらやった試合ではあったっていうところで言うと、まあなんかそんな感じですね、イメージは。やっぱ守備が大事とは思ってましたけど、個人のところ。なるほど。リバプールは怪我人も多くて、まあ、少しずつ、戻ってきているとはいえ、トップスコアラーだった、サラーだったりとかが、スタメンではまだ出れないとか、まあ、そういったところの、チーム状況として、多少、若い選手も一緒に使わなきゃいけないとか、そういう時間が長くなって、そういう時に、少し挑む気持ちとか、要は対等じゃなくて、まあ、ちょっと辛いなとか、なんかそういうメンタリティってどうしても出てきたりするじゃないですか。想像の中で、チームとして。けれどやっぱりリバプールぐらいになるとそういうところにはもうかなり自信を持って全然やれるぞみたいな、なんかそういう感覚ではあるんですか？いや、リバプールにとって間違いなくチャレンジなんです。それはもちろんシティに勝ちに行くことはね、当たり前ですけど、それはその多分選手にとってもそうだし、なるほど。でも、シティの選手たちもリバプールに対してはチャレンジっていう、だから、お互いチャレンジャー同士というか、なんていうのかな。多分そこはリスペクトがある中でチャレンジャーっていう話をみんな多分してるし、でもその中でも当たり前だけど、勝ちに来てるっていうお互い。だからもちろんチャレンジャーだけど、勝たなきゃいけないし、みたいな。なるほどね。そういうちょっと、常人では想像がつかないトップドープの戦いの中にいるっていうのが、すごい痺れましたし、今お話を伺って、確かに試合後の雰囲気が、選手同士の雰囲気がなんか、バチバチ感というより、すごい仲いい感じですよね。なんかお互いを健闘ただ、ね、遠藤さん珍しくなんかちょっと笑顔っぽいというか、ね、いうシーンもちらっと映ってたんですけど、やっぱり試合後は、他の試合とはちょっと違う雰囲気。周りは確かにそうだったかもしれない。なんか、健闘を称えてる感じだったよね、お互い。そうですね。まあ、ファンも多分拍手してたし、そこは。ハーランドとかが最初に寄ってきて、よくやったねみたいなことを言われたんですけど、ウェルダー、まあよくやった。日本語訳するとほしい。ウェルダーマイフレンみたいな感じなんで。おお。言ってきたんですね。まあ、すごいね。で、グッドラックみたいな感じなんですけど。まあでもええ。みんな多分そういう感じだったと思う。やっぱ、ここは選手個人としてのリスペクトがお互い多分あるんじゃないですか。いや。まあ別にその他のチームにないってわけじゃないんだけど。もちろん、もちろん、もちろん、それはそう俺ですはね。結構普通にみんな、いつもみんなに挨拶しに行ってるんですけど、その試合後は。別にシティの選手だからみたいなのがなくて。でもなんかその人数が多かったな、みたいな。いつもよりなんかいっぱいみんな 握なるほど。手し合ってるな、みたいなのはあったかも、確かに。